どうも高井です。これから先コミュニケーション能力というのはとてつもなく大切な時代になっていきます。中でも私どうせ口下手だしって諦めてる人、そんな人でも今から話すコミュニケーション能力の全体像を聞いてもらえば、ああそこから磨けばいいんだって納得してもらえると思います。コミュニケーション能力の全体像をパソコンの全体像を通して話をします。パソコンはハードウェア、 OS、ソフトウェア、この3つの全体像からなっています。コミュニケーション能力というのはハードウェアの部分には心が弱い人をガラスのハートなんて言いますが、 OS の部分にはアイコンタクトを維持したままゆったりと落ち着いた姿勢で相手の話すペースを1とした場合、自分自身の話すペースは 1.2 から 1.4、 相手をややゆったり話す。ソフトウェアの部分には伝え方、相手に感動してもらうように伝えるのか、それとも自分自身の立場をコントロールするため相手にどうやって動いてもらうのかっていうセリフ、それがソフトウェアの話になります。ソフトウェアの話の本はいっぱいあるんですが、 OS に関してアイコンタクトをしたままゆったりと落ち着いた姿勢で相手よりもややゆっくり話すなんて話はシンプルですが、聞いただけでは簡単だよって思うかもしれない。だけど私の会う人は、例えばこうやって腕を組んだまま、そうだなーってこうやってかしげたまま目アイコンタクトしてないじゃないですか。こうやっていかに難しいかな、こうやって腕を組むか、ポケットに手を突っ込むか、こう体を揺らしたまま挙動不審だよね。いかに OS が難しいかっていうのをこの動画で理解した上で、じゃあどこやって変えていくのかっていうことを、特にこの本は参考になると思うので読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。